兵庫県神戸市の西宮市にある株式会社メルチュさん、織田楓さんの会社事務所が公職選挙法違反に当たるとして、斉藤元彦知事の PR 宣伝を SNS 等で拡散していることで、70万円のお金をもらってしまったというので、公職選挙法違反に問われているというところがございまして、今、少し斉藤元彦さんが窮地に立たされております。70万円のお金を払ったということは公職選挙法違反に抵触するのではないか。もともとその PR 会社にお金を払う必要は全くなかった。払う必要がなかったし、それをなんで斉藤さん払ったの？払う必要がないものなんで払ったの？っていうので、弁護士さんと大学の教授さんから起訴をされるかもしれません。民事起訴をされるかもしれませんので、もしかしたら、その、織田楓さんが被告人になるということではなくて、その事実に関して、斉藤元彦さんが、もしかしたら、被告人になって、めんどくさい裁判を受けさせられる可能性が非常に高くなってきてしまったという現状でございます。2024年の12月になりました。裁判になるのであれば、まあ、2、3ヶ月かかるのではないかと思いますので、まあ、来年の3月、4月ぐらいに、ちゃんとした答えが出ないのかな、延長するのかな、それは分からないんですけれども、今回は織田楓さん、西宮市の、ウェブデザイン広告、SNS マーケティング、PR 会社のブランディング会社が起こしてしまった事件を見習ってみて、僕はホームページ制作、集客、ウェブ宣伝、インターネット広告、リスティングマーケティングと、インターネットに関しての集客広告宣伝マーケティングを、20万とか50万とかもらってしまっている、同じような業者としてね、今回のまあ政治に関して自分がやっぱり前に出てこういうことをしました。斉藤さんのやつでお金をもらいましたということは大変間違っていたことではないかなと思いますが、僕は絶対その西宮の織田楓さんの会社の株式会社メルシさんの人たちが皆さんがまだこれからもね、辛い日々を乗り越えていってまた楽しく営業して辛い困難を乗り越えていって営業をまた再開させて、していただくっていうのをとっても祈っておりますし、そうじゃないとちょっと僕も斉藤さんを応援してくれた織田さんに対して、もっと応援したい気分があるので、それじゃあちょっと今閉店します。ありがとうございました。ご愁傷様でした。みたいな感じのオチだったらちょっと僕個人的にもすごい嫌だったので、織田さんがやったことは間違ったことだと皆さん思われてるかもしれないんですけど、インターネットウェブ広告マーケティングの世界ではですね、やっぱりこのイメージブランディングっていうのはとっても重要な部分がありまして、僕は織田さんのことを擁護するわけではあるんですけれども、やっぱりインターネットの集客をしたということを、まあインターネット上で広報宣伝するというのはやはりしたいことではありますし、それをね前に出してしまう政治のことでね、やっぱり出してしまったらちょっとやりすぎてしまった32、3歳の女の子がやっぱり楓ちゃんがやりすぎてしまったことはあったと思います。僕も32歳の頃でもしもそういう PR 宣伝をしてもしまうのであればしてしまったことでありますが、代わって僕も本当にもう謝罪させていただきたいと思いますが、もう一度チャンスをあげていただけたら嬉しいと思いますし、斉藤さんを応援して斉藤さんを成功に導いたこの織田さんを、楓さんをぜひ、株式会社メルチさんを、これからも応援していただけたら本当に幸いだと思いましたし、僕もこれからも自分もね失敗をすることもありますから、ぜひそんなに冷たい目線で見ないで、まあ起訴されてしまうという可能性が今回斉藤さんが出てしまってしまったのは、例えば僕が斉藤元彦知事の PR 宣伝会社としてデザインやPR 担当、SNS 担当をしていて、で、僕がそれを発信してしまったことで、斉藤さんが起訴されてしまったりとか、裁判になるようなことがあったら、やっぱり僕もすごい嫌な気持ちになりますし、僕がやってしまったんだな、間違ったことをしたんだな、っていうことは間違いなく自覚するはずでございます。でも実際のところは、斉藤さんも言ってます。PR 会社に70万円をお支払いして活動してもらったということは、これは選挙法違反に抵触することであるとは思っておりませんと、はっきり言われております。僕はあんまり政治のことや宣伝活動費、その政治の宣伝活動費に関して、すごい詳しいわけではありませんが、PR 会社やホームページ制作会社さん、デザイン会社さん、印刷会社さんに、
10万円とか70万円とかいうお金を払うということは違法行為に抵触することではないというふうに僕は自覚しております。それを例えば折田楓さんの会社に1000万円や2000万円などのお金を振り込んでいて、何か裏金問題とかね、キックバック問題とか、その2000万円振り込んだんだから1000万円こっちにバックしてとか、そういうことがあったわけではない金額単位の70万円なんですね。斉藤さんの事務所の看板 のデザインとか見たり、チラシとか見たり、選挙ポスターの感じとか見たりしても、それは最低70万かかるよねという、本当に少ない金額だなと僕は思います。もしも僕が依頼として受発注として、インターネット宣伝と SNS マーケティングと印刷物と、もしも僕が受けようのであれば800万円とか、まあ、500万円とかもらって、斉藤さんの仕事を受けていたのではないかなと、まあ少なくても250万円はもらってたんじゃないかなと思いますし、70万円もらって、折田さん そのメルシさんの会社の人たちがみんなで安くなんとかね、ボランティア活動としてなんとかこれやって、で斉藤さんのやつをやったっていうことで会社をもっと盛り上げていこうっていう気持ちはとっても伝わっております。それは 僕から説明させてください。そのインターネットウェブ集客で、これ嘘じゃないんで、宣伝会社印刷会社の人も、まあ70万円だったらまあそんなもんよな、もう安いな、すごい安い価格よっていうのは、多分インターネットとかウェブデザインしてる方たちは基本的に、いやこんな2、30万じゃ無理でしょって、そんなあんな看板バババンって事務所につけるだけで2、30万かかるのに、そんなの無理よっていうのは、デザインとかインターネット集客とかされてる方はみんな知ってるんですよ。だから、折田楓さんと株式会社メルシさん、そして斉藤元彦さんが違法に抵触すること、そして斉藤さんが、まあもしかしたらね、裁判の内容によってね、じゃあ斉藤元彦さん、今回15万円の罰則ですとか、そういったことは可能性としてあるかもしれないんですけれども、そんなに重いことはないと思いますね。で、特に僕は株式会社メルチュさんの折田楓さんのことをとっても気にしておりまして、もう毎日毎日心配しておりまして、多分周りの人たちもね、斉藤さんを応援している方々も、まあ全国的にいらっしゃると思うんですけれども、まあ折田さんが仕事を失われてしまうとか、その会社の人たちって一体どうなってるのっていうのがすごい心配になってて、僕もすごい勝手な憶測で予想してるんですけれども、多分従業員スタッフの方々は自宅で、今までのクライアントさん、新規のクライアントさんとか、ずっとこう長年付き合ってるクライアントさん、お客様の対応をして、その仕事をしていて、で会社はちょっと閉鎖しているっていうような状況で、ちゃんとこう回転させてるんじゃないかなっていうふうな妄想というか想像まで僕たちもしていまして、多分、折田楓さんとその株式会社メルシさんの従業員さんの方がとっても心配なんです。従業員さんが一番心配で、従業員さんたちやっぱりね、中には、賢い方とか、やっぱりここダメだなって言って一人か二人離脱してしまったとか、私この会社辞めますっていう方たちが出てきてしまってるかもしれないなっていうのがすごい心配してる部分で、多分ねいるんじゃないかなと僕は思ってるんですね。で、僕も何人か話聞いたんですよ。社長さん方に、これ折田楓さんとこ大丈夫ですかね会社って言ったら、うん、まあ頭のいい賢い人から辞めていくでしょうね、まあねっていうふうに言われてて、ああ確かになとは思ったんですけど、株式会社メルシさんに行ってそういう人が何人残ってらっしゃるのかなっていうのも本当に不安でしたし、多分一人か二人退職されてしまった方とかももしかしたら出てきてしまってるんじゃないかなという不安もありますし、その残ってる方々っていうのは、まあ他に仕事がなかったりとかね、どこに勤めたりしたらいいかわからないから、在宅でそういう仕事してって言われて、泣く泣くまあやらされてるっていう状況になってるのか、いや私はそのこの会社でちゃんとやっていきたいからもう絶対辞めません、私たちの結束はもちろんで、そんな風なそのワンピースとかブリーチとかアニメみたいな、ドラえもんみたいな、そういうドラマでちゃんと会社に居座ってくれるっていう従業員さんであるのかなっ
ていう不安とかもね、こう織り交ざって、もう事実がわからないんですけども、でも、まあ僕はとってもですね、今回の織田さんがしてしまったことはちょっとね、タイミングが悪かったっていう、もう最初から言ってますよ。タイミングが悪かった。で、織田さんは悪いことしてない。僕は悪いことしてないって思ってます。ちょっと、ニュースね、メディアがね、織田さんがそういうことを言っちゃったから、大きくバーンって膨らませしまっただけであって、だから、負けないでください。耐えてください。僕も応援したいことは、応援できることは応援しますし、僕が悪者になっても結構でございますね。ぜひ、織田さんに仕事を頼みたいとも思いますし、織田さんの株式会社メルシさん、そしてメルシさんに関わる方々が、今まで仕事をしてもらって、ちゃんと仕事をしてもらった。SNS もちゃんとしてもらった。ホームページもちゃんとしてもらった。今もちゃんと生活できてる。ありがとう、株式会社メルシさん。ありがとう、織田楓さんと思ってらっしゃる方は、ぜひまた受発注をしていただき、ああ、確かにメルシさんの仕事って、結果的にまあ、ちょっと派手な宣伝になっちゃったし、ちょっと言い方悪かったけど、まあ、30歳の女の子だったらあるか、まあそういうこともな。今回ちょっと政治のことでちょっと言っちゃったのがちょっと大きくなっちゃったけど、でも多分逮捕されるとか、斉藤さん失職するとか、そういったことにはならないっていうことは、まあ、ある程度のことは分かったと。ね、99%、まあ、95% ね、まあ、ほとんどならないということは分かっていただけたのじゃないかなとは、僕は個人的には思っておりますので、斉藤さんも、織田さんも、皆様、織田さんもね、株式会社メルシさんも、皆様の、時間をね、この2024年の12月になりました。で、この時間帯って、めっちゃ12月1日から2025年の1月末ぐらいまでって、めっちゃ大切な時間ですよね。年末で何を片付けて、年始に何をこう頑張っていくのかっていう、そういう大切な時期に差し掛かっていると思いますので、ぜひ斉藤さんの話や、メルシさんの話や、メディアの印象操作、デマ拡散、テレビが、斉藤さんを貶める、悪いものにする、犯罪者にする、そんなことはほとんどないかと僕は思っておりますし、もう兵庫県都知事選受かってしまったわけでございますから、やっぱりそれは斉藤さんを応援して、斉藤さんの邪魔にならないように、斉藤さんがちゃんと兵庫県政をちゃんとこうしたいようにできていけるような、その毎日、そして僕たちの毎日が1分1秒でも、まあ10分でも30分でも自分がしたいことに費やすことができる毎日にしていくべきではありませんでしょうか。斉藤さんを応援した甲斐がありました。僕はもう本当にね、斉藤さんのことを応援しておりましたし、皆さんも本当に応援していたと思います。で、稲村さんを応援されてる方もたくさんいらっしゃったと思いますし、ね、ちょっとの僅差で負けてしまいましたよね。で、稲村さんを応援された方もごめんなさい。ね、それは僕が稲村さんを応援してても、くそー、やられた斉藤にって、まあ今回しゃあないかって、それはもう思うしかありません。だから稲村さんを応援されてた方も、斉藤さんを応援された方も、どちらも、今回のその政治、ネタ、デマ、ゴシップネタ、それをね、ずっと調べて、毎日毎日10分、朝起きたら斉藤さん何してるんだろう、夜寝るとき斉藤さん何してるんだろう、稲村さん何してるんだろう、ね、で、百条委員会何してるんだろうって、そういうふうに調べて、無駄な時間をあんまり多く過ごされないようにね、まあ、ながらで見てたりするの分ではいいかもしれないんですけれども、それにもう自分の人生の時間を取られることは、斉藤さんも、株式会社メルシさんの、織田楓さんも僕も望んでおりませんし、斉藤さんを応援しているのは織田さんも一緒です。斉藤さんを悪くしようと思ったわけではございません。なので僕が織田さんに代わり謝罪をさせていただきたいとも思いますし、織田さんを悪く言わないでください。あんまりね、ぜひ沈静化に向けて、織田さん沈静化に向けて、織田さんみたいなの一般市民の人が、ね、家にピンポンって押されてかわいそうですよ。やりすぎあれね。ぜひね、僕の中では僕の個人的には斉藤さんは悪いことしてませんし、あの人みたいな総務省上がりとか、そんなね、小さいミス犯すわけございませんね。僕みたいなね、元犯罪者みたいなね、大麻吸ってたとかね、そういう前科者ではございません。斉藤さんはそんなポカミス犯すわけございませんね。折田楓さんもちょっとね、派手にこうマーケティングしただけです。僕でもしてましたね。僕もその立場だったら、ポコポコって、僕やったよ、斉藤さんやったって言ってました。ね。でも、斉藤さん側の陣営も多分悪いんですよね。そのお姉さんが美人だったら、ちょっとあんまり名前出すのやめて、
やめてくださいって言わなかったんでしょうね。で、斉藤さん側も悪かったし、折田さん側も悪かった。で、それは、でも、まあ、二度とね、斉藤さんの仕事はもらうことはできない。で、こんだけ大きくなったら、またね、採用してもらいたいんですけどね。また採用してもらえたらすごい嬉しいんですけどね。それを期待しましょう。それしかないです。明るく前を向いて歩くしかございません。上を向いて歩こう。折田楓さん、斉藤元彦さん、ぜひ、この二方を、悪いように言わないでください。僕はそれしか言えませんので、何か批判、批評ありましたらぜひ言っていただけたら僕も戦います。そういう、批判とかの、なんか、それ斉藤元彦はもともと犯罪者だとかね、そういうこと言うバカがいたら、俺はもういつまでもお前みたいなカスに戦うから、かかってこい。な。まあ俺みたいなやつコメントしたりメッセージしても時間が無駄やからな。まあ、斉藤元彦さん、本当に頑張っていただけたら嬉しいですし、僕もできる限り、応援させていただきます。斉藤さんは犯罪者じゃなかった。全部がデマだった。メディアニュースが、新聞が伝えない、この YouTube という媒体で僕が iPhone 屋さん、スマホのパソコン買い取り屋さん、修理屋さんとして、こんなことを、この時期に伝えられることができるなんていうことは、僕の iPhone 修理とかパソコンのね、YouTube 見ていらっしゃる方もちょこちょこ、100人、1000人ぐらいいらっしゃるので、そういう方にも、今回兵庫県ってこんなことになってて、これちょっと言わなきゃいけないって、僕ですらもね、これちょっと言わなきゃもう収拾つかないなと思ったので、これは僕は、iPhone 修理、スマホ、パソコンが好きな方々、皆さん、ニュースやメディアのデマに騙さないでください。折田楓さんは悪くないです。美人なお姉さんで、ちゃんと仕事をされてらっしゃった方で、ちょっと30歳ぐらいのね、若い子だったから、ちょっと大きなこと言ってしまったというところ、やっぱりちょっとね、こうミスが、チャキってあっただけだったんで、許してあげてください。会社を潰さないでください。もう会社は絶対存続させてください。また営業開始してください。本当にお祈りしております。株式会社メルチが2025年復活することを心からお祈りしております。ありがとうございました。おやすみなさい。これ一体何の動画なんだろう。お疲れ様でした。